トーマス・ストラコ社は、ギリシャアテネ出身のアルバニア人、サッカー選手。ポジションは GK、SS ラツヨに所属している。アルバニア代表。2011年に、パニオニオス FC のユースに所属し、翌年7万5000ユーロの移籍金で SS ラツヨに移籍した。プリマベーラチームで、レギュラーの座をつかみ取り、2012から13シーズンの、 カンピオナーとプリマベーラの優勝に貢献した。ラツィオのトップチームのゴールキーパーであった、フアンパブロ・カリーソが2012の13シーズンの冬に、インテルナツィオナーレ・ミラノに移籍すると、フェデリコ・マルケッティ、アルバノ・ビサーリに次ぐ、第3ゴールキーパーとして、トップチームに登録された。2013年5月26日に行われた2012から13シーズンのコッパイタリアでのエース。 ローマ戦でベンチ入りを果たした。同年8月18日のスーペルコパイタリアーナ、ユベントス FC 戦でもベンチ入りした。9月2日にはジェノア c FC にビサーリを売却した代わりにカルマル FF からエトリトベリシャを獲得したため、2013から14シーズンも第3ゴールキーパーとして出場機会に恵まれない日々を送ることとなった。 2014年7月11日に、ラツオのスポーツディレクターのイグリタレは、ストラコ社との契約を2019年まで延長した、ことを発表。2015年5月21日のコッパイタリア、ユベントス戦でベンチ入りした。2015年7月にラツオは新たにセリエ B に、昇格した US サレルニターナ1919 19に、彼をレンタル移籍することで合意。 これは出場経験を積むためであった。サレルニターナでは12番の背番号を割り当てられ、同年8月9日のコッパイタリア、AC ピサ1909戦でプロ初出場を達成、試合自体も1から0で勝利に終わった。その1週間後に行われた、同じくコッパイタリアの AC キエーボベローナ戦では、ビッグセーブを数回見せる活躍をし、120分に及んだ試合は、 彼の活躍によって1から0の勝利となり、次のラウンドへの進出を決めた。リーグ初出場は9月6日、2015から16、シーズンのセリエ B の開幕戦となった US、アベ、リーの1912戦で、フル出場試算から1の勝利となった。2015年12月1日のコッパイタリア、スペツヤカルチョ戦では控えに止まった。 この試合では監督のビセンツォ・トレンテがピエトロ・テラッツィアーノをゴールキーパーとして起用したからである。この試合は2から0で敗北し、このシーズンのコッパイタリアは幕を閉じた。2016年7月にレンタル遺跡から復帰した。マルケッティが負傷し、ベリシャがアタランタ BC へレンタル遺跡したため、9月20日の AC ミラン戦でセリエ A 初出場を飾った。 試合はニカラレーで敗れたものの、彼への試合での評価は高く、ラツヨ側で最も優秀な選手であったと評された。その5日後に行われたエンポリー FC 戦では、セリー AA で初めて無失点試合を演出し、ディノゾフに2試合しか出場していない彼を評することはできないが、僕に言わせれば、どちらの試合での非常に良いパフォーマンスを見せていたよと言わしめた。 ジェメルムステダナジッチ監督から UEFAU-17 欧州選手権2122次予選に参加するアルバニア U-17 代表に選出された。しかし3試合すべてで出場機会を得ることはなくアルドテチャイアの控えに甘んじた。彼の父親であるホトストラコ社監督から UEFAU-19 欧州選手権2013予選に参加する。 アルバニア U-19 代表に選出され、3試合全てでフル出場した。グループ7を首位通過したベルディー相手には、エニスが馬在、エルビスかばし、ロレンツ支配が得点資産から1の解消を見せたものの3試合合合計で6失点。これによってグループ最下位で敗北となった。UEFAU-19 欧州選手権2014。 予選でもユベントスの下部組織にいたエントニオエレザイからポジションを奪い3試合すべてにフル出場した。スケンデルゲが監督の U-20 代表では2013年地中海競技大会のサッカー競技に挑むメンバーに招集されたものの出場機会はなかった。UEFAU-21 欧州選手権2015予選に挑む U-21 代表にも招集され、 8試合中の4試合に出場した。残りの4試合はアルド・テチャやオレスティス・メンカが2試合ずつ出場した。2016年8月にモロッコ代表、マケドニア代表戦で A 代表に招集されたものの出場機会はなかった。父親は元アルバニア代表のゴールキーパーであるホト・ストラコ社である。両親ともアルバニアのメマリアイの出身であるが彼自身は ギリシャのアテネの生まれである。これは彼が生まれた時、父はギリシャのオリンピアコス FC で活躍していたからである。兄のディミトリストラコシャもサッカー選手で FW である。また兄もギリシャ生まれである。ありがとうございます。